星の輝きをその瞳に宿す者、タンバリン星国の王子を探しにコメットは遥か彼方の星地球に向かいました。友達もたくさんできていい関係をいっぱい築いてきているよう。ライバルのメテオさんともどうなんでしょうね。覚えましたの？かなり覚えましたの。地球の服の輝き、早く姫様のためにぬいぬいしたいですの。姫様、コメントさん、はい、は負けないのです、やりたいのにな。つよしくん、ねねちゃんにも貸してあげてね。男の子は本当に戦いごっこが好きね。そうね、そうね。やっぱり男の子は戦いだわ。そうね、そうね。あなたの小さい頃はどんな遊びしてたのかしら。私は星の子たちとよく星遊びしてました。星遊び、まあ女の子らしい遊びね。そうね、そうね。でも星遊びって何かしら。何でしょう。あら、やだ。そうね、そうね。姫様、怒って笑ってる場合じゃないぞ。あれ、ハチさん。あ、待って、どこ行っちゃったのかな。あー、いなくなっちゃった。ねねちゃん退屈。ん、ゾウシ君のビデオ。あれ、姫様。あなたたちは。姫様、お久しぶりですの。ぬいぬいの縫い人ですの。地球のいろんな服縫えるようになったのですの。本当に見せますの。星力を貸していただきたいのですの。どんなの？
てる。なんか寂しそうだもん。うん。ねえみんな、あんなのもできる？今この時、地の力を得て天を貫く刃と化す。メタルスーツ装着！なかったの。知りませんでしたの。あれ、またいた。ぬいびとさんだよ。ぬいびとさん？珍しい服ですの。すごいですの。これは何ですの？メタルスーツラボだよ。ぬいぬいしてみたいですの。ねねちゃんも変身してみる？やってみるといいぼ。うん、変身したい。してみたいんですよ。ねねちゃんもメタルスーツロボ好きだもん。よーし、外行こう。あれ、星力なくなっちゃった。じゃあ後でのお楽しみ。星力貯めたらね。お楽しみ？お楽しみって何？スオシ君には教えない。なんだよ。後でのお楽しみ。お楽しみって何ですか？これは報告しなければなりません。お楽しみですって？そうなんです、フォルテッシモ怪しいです。わかったわ、ヘノ6号。ご苦労様。お優しいお言葉ありがとうございます。引き続き調査いたします。帰りなさい。は？帰りなさいったら帰りなさい。良い子は遅くまでお外で遊ばないの。ママが心配するでしょ。わかった？はーい。なんだかメテオ様は優しい人になってしまった。姫様。コメットめ、何か企んでるのね。いかがなされます？夜で歩くとコウジロウとトメコが心配するじゃないの。私はこのうちの箱入り娘よ。では、もうコメット様のことは放っておくのでございますね。コメットを放っておくですって？私にそんなことできるわけないじゃないの。もういい？いいかな。さあ、星力から貯めるぼ。いくぼー。ラッパー、行きなさい。何やるの？星の子たち、私に力をください。みんなが持っている力を一つの輝きにして。お待たせ。ねえねえ、何やるの？それは見てのお楽しみ。さあ、ぬいびとさんたち、どんな服に着替えさせてくれるのかな。お楽しみだよ。お楽しみじゃないぞ。じゃあ行くよ。待って。ん？今この時、なんだっけ。地の力を得て天を貫く刃とかす。それだ。メタルスーツ装着。いいよ。あ、はーい。の星の子たち、きら星の輝きを、そしてあまたの力を、どうか私の星力に変えて。エトワール。
だ。メタルスーツロボだ。姫様、どうですの？一生懸命ぬいぬいしましたの。すごいの作っちゃったね。いいな、いいな。何よ、あれは巨大ロボですね。つまり強力兵器ってことでしょ。武装を整え始めたっていうことは、私に対して攻撃態勢に入ったってことじゃないの？うん、やっぱりコメットは敵だわ。絶対許さないんだから。大きい地震だったけど、あれ？ネネは？ネネちゃんいるよ。お、どこに？ここだよ。ネネ。はーい。おい、どこだ？ちょっと出てきなさい。声はすれども姿は見えず、おかしいな。とにかくみんな暗くなるからそろそろ家に入りなさい。いいね？はーい。面白い。ネネちゃん。そろそろロボット終わりにしよう。やだ。え？だってネネちゃんもっと遊びたいもん。ずるい、ツヨシくんも遊びたいのに。ツヨシくん貸してくれなかったくせに。ネネちゃん、コメットさん早く止めないと大変なことになっちゃうよ。大変なこと？ロボは戦うためのロボだもん。戦うための？もっともっと遊ぶんだもん。姫様どうなさるので？こっちも武装するのよ。武器を作るのよ。あー、早くしないとコメントが攻めてくるわ。そんなことは。この前親切にしてくれたのは見せかけだけだったのね。私を油断させるための罠だったのよ。やはり侮れないわ、恐るべしコメント。建物壊しすぎ。ネネちゃん、ネネちゃんどこだぼー、どこだぼー。暗くなってきちゃった。あ、足跡。こんな大きなのいた。あ、見つかっちゃった。かくれんぼしてる場合じゃないぼ。そうだよ、早く帰らないとパパが心配するよ。へへへ、じゃない。あ、なんだぼ。コメットさん、ツヨシくんもロボになる。え？ロボを止められるのはロボだけだよ。本当は戦いごっこしたいだけなんでしょ。違うよ。じゃあ約束してね、戦いごっこしないって。うん。家のかぼ。大丈夫。ぬいびとさんたち、またお願い。はい、ですの。エトワール。やったー。本当に大丈夫なのかぼ。さあ、追いかけよう。ロボだ。離れないよ。
しんでるもん。だって面白いもん。鳥さんたちがびっくりしてる。なんだあれ。何よ何よ何よ、敵は2体に増えてるじゃないの。うん、でももう何体だろうと構うことないわ。勝負は先手必勝よ。勝利は我らにあり。いざ参らん。突撃。メテオさんなの？どうして？わかんないけど襲ってきたもん。また来る。タバボ、立てんなって二人を守るの。うっし。ってなったけどやっぱりポーも怖いもん。あー、しぼんじゃダメ。ぬいびとさんたち、私にもお願い。行くに決まってるじゃないの。戦うのは嫌いって言ってましたよ。こんな目に遭わされて。騙された人は騙されないわ。戦ったら何かが壊れちゃうんだぼ。うん、自分で戦っちゃダメって言ったのにね。そうだぼ。でも姫様は強し君とねねちゃんを守ろうとしたんだからしょうがないぼ。メテオ様の方から襲ってきたんだし。メテオさんとも仲良くできるって思ってたのにな。もう。姫様、姫様。何？私たちがあんなロボット作ったからいけないんですの。反省してるのですの。災ですの。違うよ。私が頼んだんだもん。戦うものは作ってはいけなかったんですの。戦うものがあるから戦いが始まってしまうんですの。お勉強したですの。そうだね。コメットさん、できたー。え？うわー、ダボー。ねねちゃん、ロボになったらこんなの作ってみたかったんだよ。ねねロボすごい。そっか。姫様、ロボは戦ったり壊すだけじゃないんだボ。作ることもできるんだボ。うん。ねねちゃん、すごい。こら！遅いぞ！こんな時間までどこで遊んでたの？あ、ごめんなさい。コメットさん叱っちゃダメ！コメットさん悪くないの！コメットさんは調子くんたち守ってくれたの。それから、すごいの作らせてくれたの。え？うん、ねねちゃんがすごいんです。何のこと？明日ね、海岸行くとわかるよ。そうだよ。そんなに楽しかったんなら今日は多めに見る。ありがとうございます。じゃあ早くご飯ご飯。ねえねえ、それで何作ったの？明日のお楽しみ。あらあら、今日のコメットはねねちゃんに大切なことを教えてもらったみたいね。ロボットでとても素敵なものを作ること、
考え方を変えればいろいろなことができるということなのね。なーに、私に見せたいものって。昨日のロボは戦うためじゃなかったってこと見てほしいの。ふっ、何を見せられても騙されなくってよ。じゃあ見てくれるのね。そういうことかしら。来て、早くしないと波に壊されちゃう。すごい、誰に作ったの？これをネネが作ったって？そうだよ、トシコも手伝った。メゾフォルテ、驚きです。すごいわ。さすが一流建築家の娘なんてね。あ、でも、不思議ね。こっちこっち、ほら、これを作るため。騙されないわ。これは一見砂の城に見えて秘密基地ってことよ。中を見れば一発でわかるわ。あ、入らない方が。ほらほら、怪しいわ、怪しいわ。あ、波終わり。何よ何よ、また罠にはめたのね。もうメテオさんたら。もう一人のコメット、キラッとお楽しみ。輝き、また見つけるぽ。